今日のあって春菜や春人で売ってた揚げの甘辛煮と半額になってて100円ですね。あと同じとこで買ってきた春人特製の炭火焼き300円、はい、これが今日のあてです。いただきましょう。うん、おいしい。あっちにいいね。でこの炭火焼きがね、また美味しいですよ。うん、うまい。うん、はい、今日のあてイオンで買ってきた桃炙り焼きですかね、鶏の。うん、うまい。明日ね、台風が来そうなんで、こちらまだ明日まで賞味期限あったんですけど、すでに4割引きになっていました。はい、明日の集客が見込めないんで、早めに割引にしたんでしょう。うん、ラッキーでした。で、同じくイオンで買ってきた、ささみカツ。うん。美味しい。うん、はい、本日のあてイオンで半額になってた地鶏のもも焼き、炭火焼きですかね。うん、これ冷たいままでもうまいですよね。うん、美味しい。でアムピュラザ宮崎のスーパーマーケット松野で売られてた手羽先3本で180円、安いですよね。うん、かじりしましたが、これも美味しい。はい、イオンのおつまみ餃子チーズ一口サイズのやつですね。はい、食べていきましょう。うん、美味しい。はい、本格梅酒ゲッチバイですね。綾町の酒仙の森っていうところで買ってきました。はい、炭酸割りでいただきます。はい、ゲッチバイこんな感じですね。はい、炭酸割りしました。いただきます。うん、おいしい。はい、新商品ですかね、小池屋のストロング暴れのりわさび本わさび塩。たまにはこういうね、おつまみもいいんじゃないですかね。うん、あー、わさび効いてる。でも美味しい。うん。